安倍国太郎安倍国太郎11月8日から1946年4月26日は、日本の実業家、政治家、元衆議院議員、元新潟市会議員、第14.15代新潟市会議長、新潟県中間原群流作上日田の名家、安倍家の11世当主、安倍周平の長男として出生。1902年3月に、 新潟中学校を卒業。4月に、東京専門学校高等予科に入学。新潟中学校の2年先輩の合図81と、共に、東京府東京市牛込区牛込原町の玉川温、徳方に下宿。1903年7月に、早稲田大学高等予科を修了。9月に、早稲田大学大学部政治経済学科に入学。1906年7月に卒業。 ウラジオストクとカラフトを視察、カギ3銀行支配人、新潟保育院理事などに就任。1917年4月に、新潟市会議員に就任、新潟市3次会議員、新潟市の会副会長、新潟県農会議員、亀田港水害予防組合議員、新潟市三昧改良委員、新潟港税調査会議員、日本流送常務取締役などに就任。 1920年7月に、沼水幼稚園、第二大園長に、就任。1925年2月に、新潟商業会議所議員に、就任。5月に、都市計画新潟地方委員会委員に、就任。1926年に、新潟実業組合連合会理事長に就任。1928年2月に、 第16回衆議院議員総選挙で、新潟県第一区から立憲民政党の公認で立候補して当選。1929年3月に、新潟商工会議所顧問に就任。新潟市教育会長、日東流総専務取締役などに就任。1933年4月に、第14代新潟市会議長に就任。東部流産販売取締役に就任。 1937年4月に第15代新潟市会議長に就任。1938年6月に第7代全国市会議長会会長に就任。日東流総社長、日東運送社長、新潟製菓配給統制社長、新潟株式取引所監査役、新潟米国取引所監査役、新潟工作業監査役などに就任。百四十一年一月に、 体制翼3回新潟県支部顧問、新潟市支部理事に就任。ありがとうございます。